可能塩梅です。本日のテーマは笑い発作。笑い発作って転換発作の一つなんだけど、ほとんど知られてないわよね。実はね、この本、笑いの脳科学、笑い発作から笑いを極める、ぜひ読んでみてって紹介されたんで読んでみたの。ちょっと難しかったんだけど、純粋にへーって、脳科学や笑いの科学って面白いなーって感心しちゃったわけ。そしてね、初めての国産の転換手術技法を確立していた亀山先生のことを知ったの。亀山先生はこれまでどんな治療でも発作を止めることができなかった笑い発作をこの手術技法で完治させたの。だから国際的にも認められて、手術を求めて世界中から笑い発作の患者さんが亀山先生のもとに来たのよ。私、亀山先生の熱い思いをみんなに伝えたいって思ったの。笑いの脳科学に魅了された亀山先生の26年間の奮闘物語を紹介するので、最後まで見てってね。動画を作る励みにもなるので、チャンネル登録お願いします。脳外科医の亀山です。笑うときはいつも楽しいし面白いから笑うと思ってる人がほとんどだと思います。私自身も26年前はそう思ってました。1996年、私は笑い発作の患者に初めて出会い、楽しくない笑いがあるということを目の当たりにしたんです。先生、ありますよ、視床下部下ごしがあります。人生初の視床下部下ごしの症例に、私は少し上ずった声で叫んでいました。当時精神科の先生から MRI 診断を依頼され、異常はなさそうだなと最初は思ったんですが、念のためにどんな発作ですかと尋ねたところ、笑い発作ですという返事がありました。笑い発作は視床下部下ごしから生じる特異的な転換発作であることを知っていたので、改めて MRI を見直してみたら、視床下部下ごしを発見したんです。視床下部下ごしの笑い発作は20万人に1人という極めて珍しい病気。医者になって23年目、脳外科医や転換医が一生のうちに一度経験するかどうかという極めて珍しい症例を初めて経験しました。外来での MR 検査では1センチにも満たない大きさの視床下部下ごしの診断は非常に難しいため、笑い発作というキーワードがなかったら視床下部下ごしの存在を見落としていたかもしれません。この最初の笑い発作の患者さんは当時女子高生。2歳頃から発作的に突然笑い出すという奇妙な転換発作がほぼ毎日のようにあり、夜中にも発作があったそうです。いろいろな抗転換薬を試したけれど効果がなく、隣の県から転換センターを受診しに来たのです。あははとかなり大きな声で笑い声を出して、楽しそうな笑いが続く笑い発作。夜中でも突然に大きな声で笑い出して、笑いが続くために病的笑いであることは明らかでした。笑った後には困ったような表情になり、本人は楽しさを感じていません。だんだんと意識がなくなることもあり、上半身を硬直させることや、一瞬全身を硬直させるだけの発作もあったそうです。いろいろな抗転換薬で治療を試みた結果、笑い発作を止めることができず、薬剤抵抗性転換であることが明らかになったため、外科治療で発作を止めることができないかということが、症例検討会で議論されました。当時、脳の最も奥深くにある視床下部下ごしを対象とした脳外科手術は到達さえ困難であり、切除術は最も難易度の高い手術の一つという認識でした。切除術の報告は少なく、合併症が多いことから、それに挑戦する勇気が私にはありませんでした。切除術は困難だと判断したその時、後輩が、転移脳手術をやってみませんかと、言い出したんです。私は当時、転換の外科手術以外に、転移脳手術というパーキンソン病などの手の震えに対する外科治療を全国に先駆けてやり始めていたんです。転移脳手術なら、脳深部の目標に到達することは比較的安易だし、視床下部下ごしに到達して部分的に温熱凝固することが可能かもしれない。転移脳手術を始めて1年以上経過して、手術式に自信ができていたので、妙案だと思いました。
しかし当時はまだ笑い発作が視床下部下ごしから起こることを実際に証明した例はありませんでした。まずはこの大きな疑問を解決することが先決だろうと考え、笑い発作のノウハウを捉えることから始めました。低位脳手術的に下ごしの中に深部電極を留置して、ビデオと脳波の同時記録を長時間実施、夜中に2回の笑い発作を記録することに成功しました。今は全国の転換センターで長時間ビデオ脳波モニタリングが普通に行われているけれども、2000年以前は記録媒体がまだ未発達だったから装置も大掛かりだし、 VHS ビデオテープの記録を全て再生して確認するという大変な作業だったのよ。視床下部下ごしの中に挿入してある深部電極の一つから視床極化の連続が出始め、脳波上の転換発作が始まりました。その4秒後にビデオで笑いが始まったのを見て、驚きとともに感動したことを覚えています。下ごしそのものから発作が起こることを初めて証明できた瞬間だったんです。下ごしから発作起死が確認されたため、発作が起死した電極を用いて電気刺激をすると全く同じような笑い発作を誘発することができ、再現性もありました。視床下部下ごし自体が笑い発作の原因であることを確認できたため、電極留置から3日後に下ごしそのものに対して低位温熱凝固術を施行することにしました。ちなみに低位温熱凝固術っていうのは、こういう特殊な装置を用いて脳深部の治療部位に正確に電極を挿入し、熱凝固を行う脳外科手術、頭蓋骨に小さな穴を開けるだけで済み、比較的低侵襲で安全な方法なのよ。下ごし内の組織を低位手術的に生検、次に凝固電極を下ごし内に挿入、発作の起死部に74度の温熱凝固を60秒間、凝固中も患者の生体情報に変化はなく、予想通り直径5ミリの球体状の凝固が完成。術直後の CT でも出血は認められず、後遺症もなし。生検の病理診断結果も下ごし。この1例目のケースは、下ごしが小さく、発作起死部を凝固できた結果、1箇所を凝固しただけで、笑い発作は術直後から一度も起きず、凝固発作も徐々に減り、4ヶ月で消失しました。この最初の例がうまく治療でき、低位脳手術が視床下部下ごしの外科的治療法として確立できるという可能性が高まったために、転換外科医として大きな勇気をもらいました。転換発作が術後2年間なければ発作消失判定するというコンセンサスに基づいて、手術から2年後の1999年に英文の技術的症例報告として発表し、これが私たちの視床下部下ごしに関する最初の論文になったんです。この1例目の患者さんと術後17年目に再会した時は驚き感激しました。発作は全くなく、抗転換薬も飲んでいなかったんです。普通の生活ができていることを知って、私たちの行った低位温熱凝固術という外科治療法が成功し、転換を完全に治癒させることができたのだって実感できて嬉しかったんです。私がこの手術を始めた初期の頃、この手術に対して他の脳外科医や転換外科医は懐疑的であり、眉唾だろうと全く信用しない大先輩もいましたが、信用して患者を紹介してくれる先生も少なくなかったです。簡単には手術できないようなリスクの高い稀な対象であり、一例一例を大切にして、この手術療法の完成に向けて経験の積み重ねでした。20万人に1人という極めて珍しい病気にもかかわらず、1997年の1例目から2019年までの22年間、217例の患者に対して再手術を含めて282回の低位温熱凝固術が行われたの。1例目から4年間は症例がなく、その後も2005年までは毎年 1、2例の手術例。コンピューターシステムを導入したり、離断術の概念を取り入れた凝固離断への切り替えなど、試行錯誤の連続。2005年、MRI ガイドの
低位温熱玉術を考案し、手術の原型を確立すると、病院のホームページに、視床下部下腰と笑い発作とはどういうものであるかということ、低位温熱玉術を行えば、笑い発作がなくなる可能性が高いということを掲載。2008年には、視床下部下腰センターを、転換センター内に設立して、海外からの患者の受け入れを可能にしたの。2010年ブラジルからの患者が来院したのを皮切りに、海外から患者が定期的に入院するようになり、英語、ハングル、ロシア語のホームページも次々に作成し、通訳団を組織するまでになったの。海外から患者を受け入れるための病院システムを新たに構築し、看護職員をはじめ、病院スタッフたちは豊かな国際色に戸惑いながらも、患者への対応やその家族との会話を苦労しながら楽しんでるっていうように感じられたそうです。気象転換である視床下部下腰症候群は、外科治療が確立される以前は、発作の悪化とともに精神発達障害や行動障害が悪化すると考えられていました。日本転換学会の大先輩は思い出したように、笑い発作で視床下部下腰症が見つかると、治療法もないために安泰たる気持ちになることが多かったと述懐し、私たちが外科治療法を開発したことへの感謝の言葉をいただきました。安全性と有効性の高い外科治療法を開発できたこと、私自身のライフワークとして大変嬉しく思っています。そして何より、視床下部下腰症候群の笑い発作を有する患者さんと、そのご家族の協力によって、この臨床研究が完結できたこと、心から感謝いたします。今後も患者さんを一人でも多く笑い発作から解放したいというのが医師としての私の境地です。この動画で私が皆さんにお伝えしたいことは一つ。安全性と有効性の高い一つの治療法が確立していくには多くの人の力が必要で長い時間がかかります。だから諦めないでほしいんです。転換治療は日進月歩発展していきます。この亀山先生たちの開発した低位温熱玉術は、笑い発作だけでなく、他の転換発作の手術にも応用できる可能性もあるのよ。私たち転換当事者自身も、安全性と有効性の高い治療法を確立していくための一翼を担っていることも忘れないでほしいの。今回は、脳外科医である亀山先生が笑い発作と出会い、国産の手術技法を確立していったエピソードについておしゃべりしたんですが、いかがでしたか？笑い発作のメカニズムを知ることで、症候性転換のメカニズムが理解できるので、次回はそのお話をしようと思っています。この動画がわかりやすかった、よかったって思ったら、グッドボタンを押してくださいね。コメント欄の感想や質問も大歓迎です。動画を作る励みにもなるので、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。